ヤッホー、これが普段の姿です。いやいや、俺こんな楽屋の使い方したことないですよ。では、こんにちは、スクエルフェイスです。今回はですね、みんなの中での地方での食べ物ランキングみたいなものをちょっと発表していこうかなと思います。はい、3戦でいきます。俺ら3戦でやると3人目ぐらいからなんか第3位って言ってランキングに変わるんで。まず1つ、高松の一角でございます。いやもうね、初めて食べた時のあの衝撃は忘れられませんね。骨付き鳥なんですけど、骨付き鳥、これぐらいのね、骨付き鳥で、親鳥と子供、ひな鳥。なんも知らねえぜ。ひな鳥と親鳥を選べるんですけど、ひな鳥がね、すごく柔らかくて美味しいですよ。骨をパッて持ってこう、がつくわけですよ。もうそのなんか食べ方も好きで、海賊というかね、男らしい食べ方が良くてですね、で、ジューシーですし、ご飯も美味しいですし、本当に皆さん、高松に行った際には食べに行ってほしいなと思います。めちゃくちゃ美味しいです。忘れられない。じゃ続いて、福岡の元祖明太重。はい、元祖博多明太子、もうめっちゃ大好きですね。最後のお米の一粒まで飽きないというかさ、もう一杯いけちゃうよってぐらい満足感がね、たっぷりの明太子でございます。なので、あの福岡に行った際にはちょっと行ってみるといいかもしれません。最後、僕といえばなんですけど、名古屋のヤバトンでございます。やっぱそうだよね。これもなんですけど、やっぱその食べた時のインパクト、衝撃、もうね、すごかったもん。こんな食べ物あるんだってぐらい美味しかったです。本当好きだよね。大好きっす。毎回連れてかれるもんね。どう。まあ一人でもよく行きますし、東京でもたまに行くんですよ。大好きなお店でございます。はい、そんなところでしょうかね。ありがとうございます。本当にいっぱい美味しいところあるんですけど、もう強いて言うならの参戦ということで、発表させていただきました。じゃあ次のメンバーどうぞ。はい、俺に一体何を呼び出してこんなところに。外ボケもいいところなんですけど、外ボケは何。俺に謝らなきゃいけないことが、警察来るわけねえだろ。好きな食べ物ですね、地方で。まず1個目、これはロイと被ってしまうんですけど、元祖博多明太重です。おー、マジで。やっぱ衝撃がね。あれは俺も衝撃的だった。明太子の周りにさ、昆布が巻いてあって、なんか誰かがなんか言ってたんだよ、皮がなんちゃらかんちゃらみたいな。ジョーガしかいない。すごい嫌だった。絶対俺じゃない。すごい悲しかった。これを皮だと思って食べてたんだと思って。でもあれもさ、最初に俺らの中で食べたのはリョーガですね。そうだね。結構俺持ってくるからね。そうだね。だからさすがグルメ君。結構ね、流行りを作ってくる。一角リョーガだからね。マジ最高だ。さすがグルメ君だろ。で、じゃあ1個目はまあそんな感じで、明太重ですね。はい。じゃあ2つ目、牛タン。おめでとうございます。お店は。これ店とかはないです。もう何でもいいです。いろいろ行ったと思う。利休とかも行ったし、塚さんも行ったし、糸端の裏の前のみたいな。あ、美味しいとこだ。もういろいろ行ったけど、やっぱり俺はもうどこでも最高に美味しい。ネギシも最高だね。ネギシも最高。ブラッキーが一番好きだもんな。ブラッキー定食がマジで最高。安いしね、マジで。ネギシ最高ですよ、もう安いし。ご飯おかわりできるし。そうだね。ブラッキー定食がやっぱ最強だからね。牛タン好きって名乗らないでください。もう牛タンね、マジ仙台行ったら絶対食べる。俺らさ、なんか福岡行ったら明太子、高松行ったら一角みたいな。じゃあ俺は絶対に仙台行ったら牛タン食べる。帰りのサービスエリアでも食べるし、牛タンも持って帰るしね。もう食べれるだけ食べます。最後、これはね、カメラロールを漁って思い出しました。これはもう絶対誰とも被んない。これは高松のおけいちゃんっていう定食屋さんみたいな。あ、朝起きて朝もう6時とか7時とかに行って、でもご飯大盛りって言ったら超大盛りで、すごいの。で、ちょっと怖いの。そうなの。なんか周りにいる人たちも、漁師みたいなさ。で、そういう人たちが行くようなところだから、ちょっとピリついた感じもあるんだけど、そこの味噌汁がめちゃめちゃうまくて。刺身とか、天ぷらとかをコウスケさんと食べに行ったんだけど、場所とかも俺よくわかんないんだけど、多分車で行ったから近くはないのかな、そんなに。虚構的な。それ以降行けてないんですけど、あれはもうすごい、最高でした。おけいちゃんも行ってみてください。僕の参戦はこんな感じでした。次に頼みます。うっす。美味しいご飯参戦、はい、大好きなご飯はですね、一番最初に浮かんだのは、まず餃子マン。静岡県浜松市、餃子マン好きだよね。ここステッカーもくれて、好意的な店員さんが多かったから、やっぱ好きだな。俺ら
回行った次の日ファンの子が行ってくれたら、あの、俺らまたあいつらって言ってくれる。餃子も美味しかったし、店員さん良かったからすごい印象に残ってて、餃子の種類とかもなんかいっぱいあったよな。いっぱいありましたね。サイも書かせてもらったしね。そうそう、だからあの、ぜひ静岡に住んでる方は行ってください。二、うん、つ目は、名前を忘れちゃったんだけど、ケムシパーキング、ケムシリゾットだ。あそこどこだっけ、新潟から金沢行くところの間ぐらいのところか。よくわかんない、場所知っとけよ。よくわかんないんだけど、あの、とにかくもう毛虫がいっぱいいるサービスで、蜂も潰れてたりして、ね、そう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 、なんかすごい自然の中にいるなっていう。で最後なんか俺各地でさ、みんなとやっぱ一角行ったり明太子食べてみたりとか、まあいろいろ食べて美味しいなっていうのはあったんだけど、昨日もいくら大盛りのやつ食べて美味しいなと思ったんだけど、俺岡山の握ってくれる回転寿司、あいつもなんか行ってるところ、そう、岡山商店街か、うん、岡山駅の目の前にある岡山商店街っていうのが、でっかい桃のね、オブジェみたいなのが上に飾ってある商店街があって、はい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 、でそこを結構ね、広くて歩いていくと多分右手あたりにお寿司屋さんがあるんですけど、うん、お寿司屋さんの名前はわからないんで調べてきます。こんな感じが僕の美味しいご飯でした。ありがとう。はい、地方の好きなご飯ランキング、ランキングじゃねえか、3選ということで、もう俺はもう本当に決まってるんですけど、でまず1個は結構みんなから出ていると思うんですけど、やっぱ高松の一角です。龍河がずっと行きたいって言ってて、ちょっとレオ一緒に行かねって誘ってくれて、初めては2人で行ったんですけど、2人でちょっとせーので食わねってなんかってせーのガブみたいなの食べて、2人とももう時が止まったんですよ。めちゃくちゃうまかったね。やばくねみたいになって、もうレモンサワーとかも何杯飲んだか分かんないぐらい、本当にお酒にも合うしめっちゃうまくて、そっから高松行くたんびにもう絶対次はメンバーみんな連れてこうってなったら、メンバーも感動してくれたし、そのおかげで毎回行けるようになって、高松行ったら絶対行きますね。一角骨付き鳥の店で、あともう一個はね、めっちゃ迷うんだよな。いっぱい食べたからさ、新潟のタレカツですかね。やっぱ米がすごくなかった。え、米うまかった。え、米が本当にレベルが違うの。米がのレベチなの。やめろお前今どきのポジションのやめろ。米がね、レベチ、マジで米がね、テカってんの、ツヤツヤで、なんか硬くもない、柔らかくもない、いいコシがあって、なんかもうみんな米うまくねみたいになって、ご飯もおかわりし放題だったんですけど、タレカツのあの甘みみたいのも好きで、ちょっと好きでした俺、めちゃくちゃ。1位はもうダントツです、静岡の爽やかです。好きだよね。はい、爽やか本当大好きで、今回のゾディアクトテイルというツアーでは行けてなかったんですけどね、スケジュール的に。浜松餃子で大食いしたじゃん。1個前のランデブーのツアーでは2泊3日だったんですよ、静岡。なんとね、2泊とも夜飯爽やか食べるっていうね。そんな爽やかなんですけど、僕人生で初めて行ったのが2016年の確か秋頃に、先輩当時やってた前のバンドの OA の時に先輩に連れてってもらって、本当に感動して、わかる、あのちょっとレアな感じで、あと炭火焼きなのが本当美味しくて、これはね、あの本当プライベートでも数年に1回ぐらい車出して行っちゃうレベルで好きです。割と行けるしね、全然行けちゃうんですよ。もう東京からと車知らせて1時間半ぐらいで近くだと行けちゃうんで、ほんとめちゃくちゃうまいんで、あの俺はあのオニオンソースのやつがすごい好きで、ぜひ見てる人も行く機会あったら、爽やかのハンバーグめちゃくちゃうまいんで。あとこれに関してはなんだけど、正直さ、牛タンとかって東京でも食べれるしめっちゃうまいじゃん、うん、爽やかマジで静岡でしか食べれないの。そんな感じで、俺の3選でした。ぜひみんなもチェックしてみてください。ありがとうございます。おい、はい、じゃあそんな感じで行きました。リョーガの3選ということで、トリなんでよろしくお願いします。おい、じゃあ俺の3選発表したいと思います。第3位はランキングだと3位2つ言いたいんだけど、いい、いいよいいよ。本音で言うと、多分この3位に入る2つが1位に入ってもおかしくないぐらい好きなところで、みんな言ってたんですけど、中松の一角さんと、うん、あとは福岡の明太重。おこれはね、もうやっぱもうみんな言ってた通りめちゃくちゃ好きで、毎回ほぼ行くんだけど、結構ね、あのどっちが1位になっても本当はおかしくないぐらい好きなところなんだけど、動画でね、なるべくあのいろんなところをお勧めしたいと思ったんで、今回は3位に選ばせていただきました。第2位、高松のバカ1台さんっていう、バカ1人じゃん。それは俺の間違い。そう、レオと一緒に行って、バカ1台っていううどん屋さんが有名っていうんで行ったんですけど、看板見てレオがバカ人よみたいな言ってたのをすごい覚えてて、次の日の MC でめっちゃ笑われました。すごい並んで入って、店内もちょっと独特な感じなんで、もうびっちり人がいっぱいいて、めちゃくちゃ美味しかったよね。
いやもう、マジでうまい。本当に俺も入るか迷うレベルだった。何頼んだかあんま覚えてないんだけど、でも本当にうまいね。そう、どれ頼んでも美味しそうなメニューがいっぱいあったんで、みんなもよかったら行ってみてください。第1位なんだろう。ちょっと待って、当てていい？いいよ、これ当たんじゃないか。え、俺の中で、これトマトラーメンだと思う。マジで？え、ちょっと待って出てない？カレカツ。いや、どうでしょう。すいません、どうぞ。じゃあ第1位、名古屋の境にある八の角トマトラーメン。ほら、俺ね、忘れられないもん、あのりょうがちゃんのあの感想を言ってた時のキラキラした目。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しくて、1位の理由がこれ、もう一個あるんだけど、ロイと1回行って、それ以降もうあのレオともテイガとも何回も行こうと思って、1回も行けない。俺、りょうがが名古屋行くために行こうぜって言ってくれてて、俺もすごい好きだからトマトラーメンで行きたいんだけど、3回ぐらい行って全部やってない。コロナ禍とか、多分営業時間が変わったりとか、お休みだったりとかで、もうなかなか巡り合わせがね、行けないっていうので、なんか俺はなんかずっとなんだろう、恋を片思いしてる。なるほどね、幻的なね。そうそうそう、本当にすごい美味しかったんで、トマトラーメンも結構いろんなところで食べるんですけど、ここもすごい忘れられないんで、1位に選ばせていただきました。いや、俺本当にあの時のりょうがちゃん忘れない。マジでマジで美味しいって言ってたもんね、あの時。そうね、確かに、ね、その日確かロイに奢ってもらった気がする、トマトラーメン。そうだったっけ、うん。はい、というわけで、ゼロエイズのツアー飯第3戦を発表させていただきました。でね、このメンバーが各々選んだところで、うちらのね、ファンの子たちもそうだし、仕事とかでね、あのいろんなところに行く機会もあると思うんで、みんなぜひあの行ってみたら、ご飯を食べて感想などなどお待ちしております。あと俺らもさ、あのまだ沖縄とかこれから初めて行くじゃん。そうだね、初めての土地でいろいろまだ行ってないところもあるから、これから俺らもね、いろんなあのグルメを探しつつね。そうですね、なんかここに今メンバーで上がってなかった、今の視聴者の皆さんが知ってるおすすめのご飯屋さんとかだったら、コメントにね、教えていただけたら、ぜひね、機会があれば僕たちも足を運びたいなと思いますので、お待ちしております。はい、はい、というわけで、この動画がいいと思った方は、いいよみたいなボタンと高評価、チャンネル登録をお待ちしております。お願いします。はい、ありがとうございました。よっしゃー、また明日。理想を持たない、それが真実なんだって、見せてあげる。 I never stop this look my dream、 叶えられないこともあるかもな、でも叶えられることも必ずある。昔から夢もなく、周りに合わせていた。